はい、どうもキョペイちゃんです。さあ、妖怪ウォッチ3やっていきましょうということで、今回ですけども、まあ、俺の動画の中ではね、もう恒例となってますが、新妖怪に嫌いなものあげてみたシリーズやっていきたいと思います。ということで、まずは猫2世やっていきましょう。貴様よく来たでちゅ、猫っちとバトルするでちゅ。チュッチュって結構これ読みにくいぞ。だから刺激を求めてバトルしたくなったでちゅ。妖怪として遊べる相手がミーたちしかいないないね。は早く戦うでちゅよ。チュパチュパチュパきついこれは。さすがにちょっときついぞ。じゃあ行くでちゅにゃん。やっていきましょう。猫2世の嫌いなものは中華ですね。ということで、早速中華をあげていきましょう。これをあげていく。さあ、どう反応する。無礼者にゃー無礼者にゃー無礼者にゃー。さあ、あと一発。オッケー、倒した。さあ、どうだろうね。仲間になるか。いや、なるわけないよな。嫌いなものあげてるもんね。いや、でも奇跡の奇跡の、あー、やっぱダメですよね。まあそりゃそうだわ。結構楽しかったでちゅ、むにゃ。運動したから眠くなってきたでちゅ。ちょっとお昼寝してからまたバトルするでちゅ。さあ、ということで次行きましょう。さあ、戦おうか。これも人間に戻るため。俺の戦闘データを集めて博士の研究に協力すれば、ゾンビから人間に戻る方法も研究してくれるはず。なんかやっぱり博士にいいように利用されてない？それ言っちゃダメですよ。博士に聞かれたら怒られますって。何をこそこそ言っている。バトルしますか？もちろん。では始めるぞ。死に気でかかってこい。俺はもう死んでいるがな。さあ、ということでやっていきましょう。ゾンビチョッパーの嫌いなものは野菜なので、野菜をあげていきたいなと思います。どれがいいかな。アボカドとか。いや、やっぱり安定のタケノコをあげていこう。さあ、どんな反応するか。くっつらい。こっちの方がつらいわ。そんなオチでそんなオチでこっちの方がつらいわ。さあ、ラスト一発。オッケー、倒した。最後は山狼が決めたね、勝利。さあ、ということで仲間になるか。まあ多分ならないと思うけど。だよね、だよね。ぐっ、痛い。大丈夫？死んでいる。ああ、問題ない。俺はもう死んでいる。とはいえ力を消耗したままでは研究データには使えないだろう。データの解析には時間がかかるらしい。しばらく休むとしよう。さあ、ということでラスト、インディージョーズやっていきましょう。よし、ケータ、冒険の練習に私とバトルしてくれ。え、バトル苦手だったら冒険に出るの大変そうだよね。に苦手というわけでもない。慣れてないだけだ。戦いのコツは冒険映画でしっかり心得ている。それは心配ですね。よし、では早速バトルの練習を始めるぞ。バトルしますか？もちろん。練習だからって手を抜くんじゃないぞ。では位置について。サメー、サメーってだいぶ強引だなということでやっていきましょう。さあ、ということでインディージョーズやっていきたいと思います。嫌いなものはおでんだね。おでん、おでん。よし、これでいいかな。いや、せっかくだからいいやつあげようかということでやっていきます。よいしょ。なんじゃサメーってこれ一番面白いぞ。いや、これ普通になんじゃサメーって弱っ。びっくりした勝利。弱っ。なんじゃサメー、こっちのセリフだわ。さあ、来るかですよね。いや、くこれではまだ本当の冒険には出られない。ケータ、また練習に付き合ってくれないか。うん、いいけど。よし、よし、では早速と行きたいところだが、冒険小説を読んで復習しないとな。とりあえず一旦休もう。
はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか、もしこの涙で少しでも楽しんであげたらぜひ高評価ボタンしててね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではきょうぺいちゃんでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。